たことある。オッケー。オッケー。オッケー。しゃべくりマッチ始まるよ。こんばんは、4月3日午後4時になりました、第336回ですね、しゃべくりに松代の時間になりました、今日の松代なんですけども、朝ね、午前中ちょっとね、長野に行ったんですけどね、すごい雲一つないね、快晴だったんですけどね、夕方になったら雨降って、今も降ってますか？なんかね、ざんざん降ってますね。というようなことでね、気温はだいぶ高かったようですけどね、今日も生放送でお送りしております。皆様ご覧ください。若いね、今まででね一番若い方ですね、ゲスト、ですね、豊坂活性化委員会の委員長の、井出君と委員の富田君、若い、何歳だっけ？12。あ、12か、若いですね。私の何分の1、10分の1ぐらい。あ、13、はい、細かいところ言ってもらえ、ありがとうございます。10分の1ぐらいですね。はい、ということでですね、早速なんですけれども、はい、あ、早速なんですけれども、はい、あ、これね、すいません、何かと思ったらこれを説明するの忘れてましたね。これね、社会福祉協議会からね、今日お二人出るんで頑張れと、見てください、このタモリの何でしたっけ、笑っていいと思う、笑って笑っていいともみたいですね。自分で笑っちゃいけませんね。はい、タモリのね、笑っていいともみたくね、社協からね、社会福祉協議会からこうメッセージ来てますね。頑張れ、おめでとうっていうね、素晴らしい。やっぱり若いっていいですね。はい、素晴らしいです。私なんか来ないですよ、絶対にね。あ、そちらはなんか町歩きセンターかなみたいですね。はい、町のテレビから。あ、そうですか、はい、わかりました。はい、ということでね、余計なことをたくさん言いまして申し訳ありませんですね。ですね、江戸君、はい、その豊坂活性化委員会なんですけども、はい、どんな委員会ですか？はい、活性化委員会はですね、地域のですね、ゴミ拾い、それから雪かきと、あと草取り、それから公園整備などの、奉仕活動と、それからあと世代間交流や、各種イベントなどの企画などをして、豊坂地区を盛り上げようとしている中学生の団体です。これがそうですか？はい、ですね、これは何ですか？はい、今年のですね、雪が降った時にですね、委員で、歩道などの雪かきをした時の様子です。これは何ですか？それはですね、社会福祉協議会さんの方で、企画とあと主催をしていただいて、世代間交流というのがありまして、豊坂地区を参加者の方に案内した時の様子です。それでこの委員会は何名ぐらいいらっしゃるんです？ですね、今は、昔最初の方は、委員が3人でしたが、後に2人が入り、今は5人で活動しています。いろいろな活動されてますけれども、はい、豊坂ガイドブックも、作ったということですね。はい、おすすめスポットをですね、3回改良しまして、今こっちにあるのが、はい、一番新しいもの で、で小学校の時に、1回目と2回目が、はい、作られて、で、今これに至ってます。はあ、すごいですね。はあ、中身はどうなんですか？ちょっとめぐってもらっていいですか？はい、どんな内容になってるんです？ですね、中身は、田舎山でしたり、あとそれから各神社でしたり、豊坂地区のおすすめしたい場所などが載ってます。はい、すごいですね。あとなんかカレンダーも作ったんです？カレンダーも作ったんです？はい、はい、カレンダーの方は何種類かあり、内容は表紙などの写真に印が撮影した豊坂の風景などが載っていて、毎月めくるごとに違った風景を楽しむことができるようになっています。カレンダーどれなんですか？ですね、カレンダーがこれになります。はい、わあ、すごい。これ
もちろんカレンダーだから1月から12月あるんだよね。はい、あります。みんなこれ写真も自分たち撮った。そうそう、うん、富田君なんかあるの？それで、うん、種類ごとに写真は違って自分の気に入った種類を選ぶことができます、うん、自分の気に入った種類ってあって1月から12月で俺8月好きったらずっと8月で選んでおくの？そういうわけじゃなくて、うんうん、これ以外にも、うん、もう何種類かカレンダーがあって、いろんなカレンダーがあるんだ。いろいろなパターンで、はい、おーすげえ。じゃあ何、この一つのパターンじゃなくて、はい、あの風景この風景っていろいろ作ったって。そうですね、はい、おおすげえじゃん。わー素晴らしいな。そうなんですか。はい、ちょっとカレンダーめぐってもらっていいですかな。それみんな豊洲側の風景なの？はい、そう。おお、そんなはい、わかりました。それから豊坂活性化通信も発行するようなんですけども、うん、すごいね、はい、いろんなことやってるんだね、はいはい。ですね、活性化通信は、うん、あの当初委員とその保護者のために向けて、うん、あの定期的に出していた、うん、まあ、活動報告書のようなもので、うん、おなるほど、はい、で活動をしたことを、うん、まあ、保護者の方に知っていただくのが目的で作り始めました、うんうん、はい。あとそのメインのマラソン大会なんか企画してるお世話なんだけども、マラソン大会、はい、松代地域の、ね、うん、はい、うん、皆様には回覧板で案内を出してあります、うん、そして日時が、うん、今年の4月30日日曜日、うん、朝の8時45分から受付が開始です、うん、どこでやるんですか？豊坂は、まあ豊坂だから豊坂だよね。そうですね、どこで豊坂の、うん、でコースが豊坂の平林にあります平林神社から水上山の山頂がゴールになって、何、水上山って山じゃん。そうですね、山に登ってくの？そうです、山に登って。皆さん中学生だからいいけどさ、徐々に登ってかんなくね。大丈夫？大丈夫です。マラソンって走るんでしょ？はい、まあ歩きもかなの。あ、そうか、はい。じゃあ俺らなんか歩いてかなきゃいけないな。はい、ということで、はい、それいいかな、マラソン大会。あとは参加費なんてのはどうなの？ですね、参加費は、うん、無料で、あの参加をご希望とされる方は、松代地区社会福祉協議会まで、応募用紙を直接ご持参いただくか、あと電話での申し込みをお願いいたします。ああ、ごめん、写真なんか用意してたよね、マラソン大会。はい、それ何やってるところ？走ってない？はい、ですね、はい、上ですかね、うん、上はですね、あのマラソンコースの下見の様子です。ちゃんとそういうこともやってんだ。はい、それでもう一個の写真が、はい、ですね、下の方はですね、頂上付近から見える絵の景色になります。あ、はい、そうですか、すごいですね。で、その大会の目的っていうのは何ですかね？ですね、うん、はい、富田君かな、はい、今大会を実施する目的は大きく分けて2つあります、うん、まず1つ目が松代地区を中心とする世代間交流というのが1つ目の目的です、うん、世代間交流というのは社会福祉協議会が取り組んでいる事業の一環であり、うん、今回の大会もこの事業の一環として開催されます。2つ目は地域活性化です、うん、豊坂地区を中心に松代全体を盛り上げようというのが2つ目の目的になります。伊田君さ、はい、でこのきっかけってのなんかあるんです？そのマラソン大会をここまでね盛り上げてきたっていうきっかけ、はい、きっかけはですね、うん、あの実はその小学校の時に、うん、あの同じようなマラソン大会を、うん、一回計画したことがありまして。ああ、そうなんだ。でそのですね、はい、うん、計画はあの途中、あの計画途中で廃止みたいなことになってしまい、うん、ああそう、はい、でちょっと実行することができませんでした。あで、まあ、そういうこともあって、はい、マラソン大会を、まあ、実行することが、うん、まあ、私たち の, その夢みたいなものでありましたので、うん、まあ今回中学生になってこうしてあの実行したことになります。ああそうなんだ。その意気込みっていうのはどうですか？
やっぱですね、さっきもお話しした通り、その、まあ、念願のマラソン大会ということで、まあ、委員会としても張り切って、まあ、準備を進めているところです。で今回社会福祉協議会をはじめとする、まあ、住民自治協議会の方々にですね、協力をいただきまして、で我々としても大変いい機会であり、まあ、こういう豊坂という田舎でも、まあ、若い人たちが動き出すことで、まあ、盛り上げていくことができるということを発信し、まあ、このチャンスを無駄にしないように成功させていこうと思います。素晴らしいね。もしかして、もしかしねえけども、中学生だよね。中学昨日一昨日まで中学1年、今日3日だから中学2年生になって3日しか経ってないよね。そうですね、はい。素晴らしいね。なんか俺なんかもう見習わなきゃいけねえと思うな。またいろいろ教えてくださいということで、いろいろボランティアもなんか募集してるそうなんですけど、はい、ですね、うん、この大会でですね、うん、運営に携わっていただくボランティアスタッフをですね、4月の10日締め切りで募集をしています。うん、で、あれなんかあったね、それかあ、それか、はい、それがポスターですね。はい、はい、でですね、うん、まあ、内容はですね、うん、はい、交通安全係、うん、それから保健養護係、うん、あと受付係、それから給水と、あとゴールテープ記録係っていうの5つの係がありまして、うん、でその中から1つの係を参加された方は任されることになります。ボロン、うん、はいはいはい、すみません、ボランティアとして参加される方は4月の12日 の、 午後6時半より松代公民館の第2工事室ってところで事前のミーティング会がありますので、うん、そちらにお越しいただいて、ま、詳細や係等を連絡するという形になります。なるほど。そのボランティアさんは誰でもいいんですか？はい、中学生じゃなきゃダメだとか、年齢制限とかは特にありません。うん、はい、地域的にはどうなんですか？地域的にも松代東京の人でもいいの？いや、まあ、東京の方でも、まあ、松代の外の方でも全然構いませんので、うん、はい、できれば地域の方にお願いしたいですね。そうですね、はい、わかりました。で、ランナーも募集してるんですか？はい、まあ、ポスターにもあるように、うん、ランナーもですね、4月の20日を締め切りにして、うん、はい、募集しています。申し込みはどこへすればいいんですか？井出君のところに行けばいいの？申し込みはですね、松代地区社会福祉協議会にですね、うん、直接その応募用紙がありまして、うん、で紙をご持参いただくか、うん、電話でのお申し込みという形になります。うん、社会福祉協議会ってどこにあるんですか？まあ松代支所の中に。ああ、なるほど。支所入って右側のところ、あ、左側だ。あ、はい、なるほどね。はいはい、ああ、なるほど、分かりました。あともうちょ、もう一回、その、ボランティアの締め切りがいつでしたっけ？ボランティアが、4月の10日が締め切り、はい、で、マラソンランナーの方が、4月の20日に、20日、はい、わかりました。いずれも社会福祉協議会、はい、ということですね。こちらの方もそうです。はい、わかりました。はい、それでですね、先ほど言ったんかな、カレンダーありましたよね。はい、カレンダー、そのマラソン大会でカレンダーくれ、はい、くれるんじゃね、売るか。そうです、ね、はい、販売って販売、はい、ちょっとそれ説明してもらっていいですか？はい、マラソン大会の受付をこで、受付開始の8時半から開催予定時刻の30分後までの時間で、先ほどのこちらのカレンダーを販売させていただきます。値段は A4 サイズ500円、失礼しました、 A3 サイズ500円、 A4 サイズ300円で販売します。またこのカレンダーの売上金額は今後の活性化委員会の活動費として使用させていただくことになります。また大人の部上位3名の方には無料でプレゼントいたします。はい、ああ、なるほど。3位以降はダメだね。そうですね、購入していただくっていう感じ。私出たら特別にとか
ねえか、ダメだな、はい、余計なこと言っちゃいけませんね、はい。ということでね、いろいろあの活動されてるんですけども、はい、今さっきというかあのメンバー委員の皆さん5人とおっしゃったですよね、はい、5人で足りてるんですか。そうですね、ちょっとあの委員あの奉仕活動などを行ってる中で、うん、まあ、うん、ちょっとあの、まあ、全員集まれるって日があんまりないので、うん、あのやっぱ足りないと思うことはありますね。あ、はい、あ、福祉大会は言わなかったの。福祉大会言ったっけ、これ説明しなかったの、ね、うん、ごめんね、はい、飛ばしちゃったね。いや、福祉大会も出たんですよね。はい、はい、ここに写真あってごめんね。福祉大会、福祉大会戻ってごめん。はい、ですね、うん、去年 の, あの12月の3日にですね、うん、あの松代地区社会福祉協議会が主催する、うん、あの松代福祉大会において、うん、これまでの、まあ、活動報告をしました。で、これまで実施してきた、まあ、奉仕活動の様子や、それから、うん、あの世代間交流などの活動をあのパワーポイントを踏まえて報告させていただきました。あ、これがそうですね、これがそうですかね、はい、それがパワーポイントですね。はい、素晴らしいですね。はい、わかりました、はい、それで、今後の夢言いましたっけね。まだですね、はい、ですね、今後はですね、これまでと同じように、定期的な奉仕活動を行うとともに、まあ、新たな企画も考えて、うん、松代坂地区を中心に、まあ、松代全体を、活性化させていきたいと思います。で、数十年後たった松代が活気の絶えない町にしていくということが、うん、今後の目標であり、まあ、松代の課題であると考えてますので、まあ、まずは自分たちから松代についてを知り、それで、これからの活性化につなげていきたいと思います。素晴らしい、ありがとうございます。もしかしたら中学生じゃないみたいだね、すごい。はい、まあね、冗談ともかく中学2年生の2人ね、今日はおいでいただきました。素晴らしいね、若い力でこれからも頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。三田さん、はい、若い人いいでしょ。いいね、頑張ってるね。三田さんあのぐらい若い時なかったんでしょ、うんうん、あった。俺あったよ。俺もあった。あったの。あった。あ、そう、あったのか。ちょっと違うね、うん、ちょっとね、ひねくれたかもしれないね、うん、それは三田さんでしょ。俺はちょっと違ったな。はい、わかりました、うん、はい、今ね、これからね、あんず祭りってやりますね、はい、うん、東条あんず祭りね、これでね、ちょっと今日は実行委員長来ていただいてるんでね。相田さん、おいでいただいて、うん、いや、素晴らしい、はい、どうぞ。ちょっと説明していただいて、いやいや、こんばんは。ありがとうございます。どうも、お忙しい中申し訳ないです。いえ、ございません。はい、ちょっとじゃあ説明をお願いします。あんず祭りってのは今年でですね、第9回目ということでですね、この5日から16日まで開催する予定でございます。ただ今年はですね、あんずの開花の時期が少し遅れておりましてですね、うん、場合によりましては7日か8日頃になるのかなという感じはいたします。ただちょっと天候だけが心配なんですけども、特にですね、8日9日の土日はですね、多彩なイベントを予定しております。ここに書いてございますようにですね、バンドだとかですね、あるいは花笛の演奏、それからマジックショーだとか相撲ジンクだとか、コーラス、こういったものを予定しております。まあ、ぜひ一つ
アルプスの眺望の素晴らしいですね、東城のあんず祭りにお出かけをいただければ大変ありがたいのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、8日と9日の土日にかけて、そうですね、時間的には時間的にはですね、だいたい10時過ぎからですね2時頃までというふうに予定しておりますけれども、まあ、あの天候によりましてはですねちょっと若干あの変更する場合がございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくどうぞお願いします。ありがとうございます。あ、三田さん、はい、予告を。え、まだまだまだ、もう一つ。あ、もう一つ、すいません。今ね、はい、相沢さんおっしゃってて、東城のあんず祭りね、今度はね、あんず祭りもいいんだけどね、あのこの窯元、マスレ焼きの窯元、3軒あるんですね。まあ、3軒あの同時開催、あんず祭り4月1日からあのね、開花中、ずっと、ね、それでやるっていうので、まあ、あの一緒にね、あんず祭りの時と一緒に行ってもらえればいいねっていう形、はいはい、それともう一つはね、ね、これはね、山寺定山亭でね、4月1日から、ね、6月30日まで、土蔵のところでね、信州のね、野鳥、鳥のね、そういった、なんていうかな、これ、写真展になるのかな、それをね、やりますんでね、お願いしたいなと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ予告をお願いします。来週はね、337回、はい、はい、こういう形です。はい、倉崎寛寿、寛城さんっていうね、これも亡くなっちゃったんだけど、うん、まああの追悼メモリアルコンサートってやるんですね。うん、でまあ、これもね、学生さんたちがみんなね、この教えていただいた学生さんが何人もいらっしゃるので、その人たちがね、集まってこういったものやりましょうねっていう形で、ちょっとお聞きしたもんでね、いいね、これをちょっとお話聞こうかなっていう形ですね。はい、はい、素晴らしい、ね、そんな形です。で、パーソナリティ私やらさせてもらいますね。よろしくお願いします。はい、ということで、それでは、はい、来週のしゃぐるぐり祭りどうぞお楽しみに。はい、楽しみに。噛んじゃった。